あれどうすかこれ。これです、これです。どうも料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということですね、皆さん突然ですけども一番好きなジブリ作品は何ですか？僕はね、ハウルの極小がね、大好きなんですよ。ということですね、今回は、コンビーフラピュタパンっていうのをですね、作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。食パン、コンビーフ、マヨネーズ、あと柚子胡椒だけです。まずね、コンビーフ開けていきましょうね。これね、こうやってね。で今回はコンビーフね、半分使います。まあこんな感じで、この半分を使います。でね、ちょっとね、崩します。で、ここにマヨ大さじ1ぐらい、あと柚子胡椒大体ね、2、3センチですね。でね、混ぜていきます。こうやって、ね、コンビーフとマヨネーズってね、相当相性がいいんですよ、これね。いい感じに、混ざってきましたね。はい、そしたらこれね、もう盛り付けていきます。ちょっとね、形を整えますよ。はい、こんな感じ。ちょっとバランス悪いな、ここに溜まりすぎるんだ。土手を作っていきますね。土手ができたら、ここに卵を落とします。はい、こんな感じ。あー、いい感じですね。まあちょっと卵をね、真ん中に寄って、なんとか、もうちょいこっちだって、もうちょい、お、いいですね。はい、この状態でですね、はい、この天板に乗せます。はい、これでオーブントースターで大丈夫です。大体ね、10分ですね。はい、ということでこんな感じで焼き上がりました。これね、8分ぐらい焼きました。まあ仕上げに彩りで、パセリを、かけてあげて、こちらでコンビーフラピュタパンの完成です。イエイ。はい、それではですね、できました。焼きたて、めっちゃうまそうですね、これね。ラピュタパン、皆さん知ってますか？パズーが食べてたやつです。まあ、目玉焼きのせいパンですね。これね、すごいね、お酒に合うので、パンなんですけども、今日はね、ギリンの取れたとホップ、これめちゃめちゃうまいです。あー、準備完了しました。食べていきたいと思います。まあ、これね、ちょっと食べ方なんですけども、このままかじりついてもいいんですけども、僕はね、割りたいので。これ、どうすかこれ。これ、皆さん、この黄身とろ感、うまそうですね。これを今からいただいちゃいます。この流れ出たこの卵黄のソースをですね、つけながら食べるんですね。ガブリといきたいと思います。いただきます。うん、なんかもうずるい。もうね、なんかね、柚子胡椒が神なんですよ、これね。もうね、香りがね、すっごくね、コンビーフと合うんですね。コンビーフって結構ビーフの香りが結構強いので、苦手な人は苦手かもしれないですけど、柚子胡椒がね、合わさることによってすっごく爽やかな風味になって、で、このね、とろっとしたね、黄身、これがですね、もう本当にもう全体を包み込んでですね、まあ、こんなうまいトースト他にないんじゃないのかなっていうぐらいですね、ほんとこれ、ほんと美味しいです。卵黄をですね、こうやってつけながら美味しくいきたいと思います。毎日これでいい。もうほんと美味しい。あ、うまっ。いや、これはね、うまいとしか言えないです。うますぎて言葉が出ない。語彙力を失ったオタクになってます。あ、うまっ。これいい。あ、今ね、明るいんですよ。まだね、3時ぐらいなんですよ。で、昨日ね、相当の飲みすぎたんですけど、もうでもね、ほんとに幸せだなって。幸せってなんかこんな身近なところにあるんだなっていう。もう要はね、これ全部コンビニで揃っちゃうんですよね。なので本当に真夜中に食べたいと思ってもできちゃう、まあ、めちゃめちゃ危険なレシピなんですけども、これを拡散してですね、皆さんね、お昼に見る人もいれば深夜に見る人もいるんですけど、まあ、これをですね、唐突に食べたくなってみんな太ってしまえばいいと思ってますんで、皆さんぜひ作ってみてください。はい、じゃあ皆さんですね、今回の動画、美味しそうだなとかですね、食べてみたいなとか思って、いただいて、1ミリでも思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。